あなたが一番幸せな時、それはあなたがいない時。エスキョーチャンネルご覧の皆さん、吉川貴博です。ヨッシーですよね。危ねえ、今ヨッシーっていうのを言い忘れそうになっちゃった、おかげさまでたくさんの方から LINE アットの登録であったりとか工事延長率受けていただいて、感想もね、しっかりと日数を空けてね、その間の変化とかを細かく教えてくださって本当にありがとうございます。よく考えてほしいんです。あなたが一番幸せな時ってどんな時なのかって、それは実は皮肉なことにあなたがいない時なんです。あなたが不在の時、あなたが留守の時。これ分かりやすいシーンをお伝えしますと、前にもシェアしたけど、笑ってる時、頭でああでもないこうでもないそうでもないって考えて、これは面白いから笑おうって、頭の中でね、答えを導き出して笑う人っていないですよね。もう笑ってる時には笑ってるわけですよ。余裕なんてそこにない。で、笑った後に自分が戻ってきて、これこれこうで面白かったって解釈をつけるっていうことなんですよ。だからその自分がいなかった瞬間、笑ってる瞬間って絶対あなたいないですから、要するに思考がないっていう時ですよね。これ一番幸せ、悩みが何にもないですから、苦しみもないし。で、これを笑ってる時じゃなければ今にすごくリラックスして同時に集中してる、まあスポーツで言えばゾーンに入ってる時とか、深い瞑想状態もそうだし、まあ、だから皆さん修行したりとかね、今はGoogleがマインドフルネスを取り入れたりとかして、今この瞬間のパフォーマンスを最大限に上げるみたいなね、すごいなと思いますね。宗教職を除いて人材育成に役立ててるわけですからね、瞑想を。さすがGoogle、天才集団という感じじゃないですか。あなたがいる時が一番苦しいわけですよ。私らしさって何だろうかとかね、私らしくない、私の幸せって何だろうかとか、あ、これは考えるなって意味で言ってるんじゃないんです。考えるのはすごくいいことなんですよ。その問いをするっていうのは、問い続けていくうちに、いつもお伝えしているように思考が落ちてくる、自我が降参していきます。で、そのために大事なのが振り切ることって言ったじゃないですか。で、それで覚悟を決めることなんですよ。悟ったれどっていうね、アセンションプリーズっていうね、あなたの中の魂に従って誓いの言葉を解き放って解放してみてください。で、おそらくこの動画を見てくださってる方、あ、最近これのマークつけてくれる人もいてくれてて、ちょっとセンチメンタルと同時にウレピー、マンモスウレピー、バイノリピー、ヨッピー、ヨシピー、あ、まあ何でもいいや。あなたがいない時ってそれだけ至福の状態なわけですよ。で、そこの魂の状態、あなたがいない状態と一つになって、それ結局ハイヤーセルフとか宇宙とかね、アセンションとか指し示してるのって、結局あなたというね、過去の記憶が作り出したあなた、それを未来に移している心と体を要しているあなたではなくて、心と体からこうアセンションする、次元上昇する、三次元の世界から宇宙空間を超えてただあるものにシフトしていく、そのステージを迎えてらっしゃる方なんだと僕は思っています。だから原因と結果の世界から抜け出すわけですよ。わかんねえっていうことになってくるわけです。そうすると、じゃあ私って何なの、宇宙って何なのってちょっと前回の続きになっちゃうけど、笑けてくるわけじゃないですか。だって、じゃあ何を自分は今まで必死に苦しんで生きてきたのか、いや、これからも嫌なことはいっぱいあるし、苦しいこともあるし、悩んだりもするんだろうけど、でもやっぱり薄くなりますよね、苦しさに対するその深刻さみたいなのが。そこにぜひカメラの前のあなたもご招待したい。そしてあなたという不可思議なミステリー、ミラクル、愛、無限の可能性、そのつぼみを開いてあなたを咲かせてほしいと思ってます。決まったかな、これ。どうだろう。あなたがいない時こそが
あなたが不在の時こそが幸せだから、笑う角には福来たるとかね、笑うと本当免疫力が上がったりとか、そういうのはね、あの立証されてるわけじゃないですか。だから余計なことやっぱり考えて、私私私私っていうのがどん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 出てくると、幻想の私であなたをいっぱいにしてしまって、あなたはもうがんじがらめで苦しくて苦しくてしょうがないわけですよ。心にぽっかりと開いた穴を埋めるために、寂しくて孤独で一人ぼっちで、あなたという孤独を見抜いてしまったら、その先は未知なる世界が広がってますよ。やる気どんどんなくなるかもしれないけど、僕のような状態にならずにちゃんとその後にフォローできますから。僕その後の道筋がねなくてすごく困ったんですけど、これは僕の体験を本当にぜひ皆さんのアセンションに役立ててほしいなと。俺の背中を踏んでガンダムのように飛べ。俺はリックドームだから、もう分かる人しか分からないでしょ。ということで今回の動画は以上でございます。あなたがいない時が皮肉なことにあなたが幸せということを、これ今日のポイントなので覚えておいてください。チャンネル登録お願いします。